カ。イルカが大好き。赤ちゃんってどっから来るの？これは私のウサギです。名前はタイニーです。餌をいっぱい食べます。1日5回。あとうんちもたくさんします。1日6回。ビー玉みたいな糞です。連れてかれた怪物、連れてかれた怪物。死ぬって壊れること？それで地面の下にいるの？死ぬってどういうこと？でも考えると悲しくなる。だけどママはもっとよ。パパ、夢を見たの。音が聞こえた。家の中で静かにしようとしてる音。誰かがね、音を立てないようにしてる音なの。さよならブルー、天国のパパによろしく伝えてね。さよならブルー、天国のパパによろしく伝えてね。ねえこれ見て。テッドのオフィスに飾るの。何を見てるの？テッドが言ったの。看護師さんと遊んでろって。だけどその人忙しそうなの。風船はまだあるの？一緒に遊びたくない？ママはいつ退院するの？足が悪いの？痛いの？だから悲しそうなのね。ママたちも何か隠したい時に必ずそう言うわ。ううん、子供を作る話をしてる時だけよ。アメリア、アメリア、明かりを消さないで。でも怖いの。もしかしたら私もサムみたいになっちゃうかもしれない。サムは寝てるうちに死んだの。遠い？ママー！ママー！どうなっちゃったの？行くよサイモン。どこへ行くのよ。二人で帰るんじゃないの？ヘンリーは方向違うのに。ジェフリーさ、優しいね。ありがとう。つかないの？カバンが重いから。私疲れた。何すんの？私気持ち悪い。ジャッジ、お兄ちゃんすごい。うちで飼っていい？このホタル死んじゃうの？救急車に乗せるの。兄ちゃん大丈夫だよね？ママ本当に大丈夫？帰ってこないの？ずっと。ママはどこ？ゲームなんかしたくないのに。お帰り。本返してくる。ママ遅い。天国にいても音楽は聞こえる。わかった、それならやる。七面鳥って鳥じゃないのよ。だってキジの仲間だけど飛べないんだもん。飛べない鳥って悲しすぎると思わない？赤ちゃんができたってこと。ママも同じこと言ってた。弟ができた時に。でも死んじゃった。うまく息ができなくて。ねえもう寝ちゃった？私よデイジー、こっちに来て。この下よ。秘密を教えるからあなたも教えて。ママがパパじゃない男の人とキスしてるの見ちゃったの。ママの顔真っ赤になってた。はいパパ。ありがとう。何が？怪しくないよ。ありがとう。もう3年経つよ。よくある車だよ。ナンバーをメモってる。バイバイ。パパ、向かいでシャワー浴びたの？部屋のは故障？今日日曜だよ。まあ一番になれるように頑張ってる。違うよ。入ってビクター。ありがとう。キッチンに運んでくれる？ねえ、キャンプに持ってくものをリストにしてるの。テニスラケットとボールと水着でしょ。でシャンプーセット。おやつは禁止。あんたジョーラム？なんでジョーがいるの？保安官代理の子でしょ。ジョーがいるならやめる。もう遅い、乗ってるとこ見られちゃった。チャールズが何と言おうとやらないって言ったでしょ。なんでみんなまだ映画なんか撮っていられるわけ？もう帰って。パーティーに誘ってくれたの。どこで習ったの？すごいリアル。古いのね。あのネックレスは事故の時握ってたでしょ。あれお母さんの。ヴァンパイラって呼ばれるの、この歯のせいで。でも B って呼んで。バージニア。12歳だけど背が高いから上に見られるの。あなたのこと知ってるわ。魔女の本書いた人でしょ。金物屋さんでサイン会をしてた。あなたの本大好きよ。特にあそこ、エリザベスのセリフで、私を見捨てたらお前を墓に引きずり込む。あれが好きなの。ここじゃ時間を気にしても無意味なの。だからサイン会も逃した。何してるの？サンドイッチ食べない？鼻血どうしたの？変わった家よね。面白い家ね。少し暗いね。太陽はどこ？4時まで仕事なの。だから毎日4時15分にサンドイッチを届けるね。じゃ、バイ。今の聞こえた？キツネザルよ。霊長類なの。遠くで人間が笑ってるみたいでしょ。もうここからいなくなるんでしょ？聞いたわ。でも友達でいてほしかったら、私友達のままでいるわ。だって車だってあるもん。それじゃあ行かなきゃ。魔のこと誰にも言わないでね。妖精の守り神よ。ずっと私を見守ってくれてた。そばにいるって気がついてたわ。影よ。小さい頃からいつも一緒だった。どこへ行ってもあなたの影がついてきたの。覚えてるわよ、かわいい鳥さん。想像してた通りの場所ね。あー本当に綺麗。ずっと前から来たかった。とっても綺麗ね。妖精はみんな翼を持ってるの？あなたはないの？他の妖精は飛べるのに。
いつでも出ていけるのよ。家出なんて簡単。我慢してるのに嘘つき呼ばわりするの？話したくないだけよ。すぐ怒るけど、それ八つ当たりよね。フレムが言ってた、弱い犬ほどよく吠えるって。さあどうかしら。私の幸せを邪魔したいの？そんなこと言うなら父さんを憎む。娘に憎まれても平気。父さんなんて嫌い。彼を愛してるの。これ電車？かっこいいね。錆びてるけど。錆びちゃう。そっか、難しいね。金曜だから。ありがとう。おやつにするね。虹の彼方に。どこ行くの？じゃあなんでコロン。小さい友達ってまだいたのね。本当？どの部屋？こんなとこあったんだね。これかっこいい。鳥みたいな声好きだよ。いいチョイス。帰りなさい。予定表はある？宿題をいつやれるか知りたい。黒人参政権のための資金集めもあるし、金曜は各州で生徒会の会議もある。だから予定を。誰が出てるの？すぐ行く。これで私たち幸せになる？5分だけでも来られないの？2分でもいい。1分でもいい。パパ、パパ、ケーキを食べる時間よ。私の誕生日よ。家が火事になっても知らせるなっての？ジョージアの空も大きかったな。自分の存在なんてすごく小さいって感じた。小さい頃、夜こっそり屋根に登ってたの。月は丸くて大きな目みたいに見えた。月を見上げて、こういうの。私が見える？何時間も屋根にいた。いろいろ考えてたら寝ちゃうことも。未来の自分、何もなくて。歌は下手だし、ダンスもダメ。文章も書けない。何の才能もなし。でも可愛い。それでお金を稼げる。ただのスクリーンテストよパパ。こちらへ映画会社の人が来て何人か選んだんです。お兄様がハリウッドに？個人の自由という言葉をよく耳にします。ですが人間の残忍さが牙を剥き、その身に降りかかった時はどうでしょう？そうです。ギャンブルをする人の自由も同じです。神から授かったものを無駄にしてしまう者たちです。私欲のために。個人の自由とは殺人者の自由なのです。